登録ありがとうございます。おい、これだ。ナイス、頑張れ。こいつだ、頑張れ。頑張れ。頑張れ。これさ、いいよ。倒すじゃん。これわかる？食らってんだよ。これ下にいるんだよ、これ。下。これ。下にいるんだよね。なのに、なんか、撃ってたら、左にいるんだよね。なにこいつ、深海道？コンジットとホライゾン、クソだなぁ、マジで。これに関しては。そう。だからこれ下にいるんだよね。やばくない？下にいたのに、いやー、なんかもう、すごいわ。分裂してる、分裂。なんか登ってきた音も聞こえねえし、足音も聞こえねえし、横から撃たれてる音も聞こえねえし、もうやべえわ。ほんとに。あのね、ある。登る場所は。登る場所はあるんだけど、うん、登る場所はあるんだけど、俺体力150あったから、真正面で撃ち合ったら絶対勝てたのに、こんなんばっか、マジで。うん、いきなり横から撃たれて、なんかもうなんかバケモン。で、俺もうレブホラコンジットのチームはもうね、許さんわ。レブホラコンジットは俺もう許さんわ、この構成使ってるやつら。一番強い。あ、マジで、盛るんだったらこれだよ。フレパでやるんだったらレブホラコンジットが一番強いよ。誰かが何かすると動作をね、誰かしたら消えるから。うん。コンジットの音が聞こえてても、ホライゾンとレバー聞こえねえから、その時って。なんなら3人聞こえねえ時もあるしな。てか、何をどうしたら音が消えてくんだろう。わかんねえ。マジで。何をどう設定したら音がどんどん消え去ってくのかがわかんねえんだよな。ね、追加ってできないんかね、音の追加。そのなんだろう、音を直すじゃなくって、その、わかる？上乗せできないのかね。例えばさ、ジャンプパッドもさ、でかくなったじゃん。別の音になったじゃん、わかる？前でさ、ブーンだったのがさ、なんか今、なんか、ドムンみたいな、新しい音が追加されたわけじゃん。そういう感じでさ、新しい音をさ、上から被せらんないのかね。無理なんかな。今回のチャンピオンを紹介します。あんなんだってもう打ち合いのうの字もねえもんな。ただたださ、横取って殺してるだけじゃん、あんな。ねえ。なんかありそうじゃない？なんかできることありそうだよね。あ、もはやあれか、足音聞こえないって何って思ってる可能性があるのか。いや、マジ、打ち合ってほしいよな。打ち合ってもらったらわかる。打ち合ってる時に足音が、聞こえないの。てか俺ね、なんだろう、かすかに聞こえてほしい。ガタッとかさ、なんでもいい。無音ってのがやべえ。バグったっけ。いやー、マジでしょうもねえんだよな、あの死に方。本当にしょうもねえんだよな。打ち合ったら絶対勝てるやつに瞬殺されるってマジでね、ありえねえ話なんだよな、本当は。うん。ワクモリチャンネル。まあ、そんなにね、持ってないんだよね、今日。1400しか持ってない。よし、乗ってきたぜ。残り1分で。遠い熱いシチュエーション。ドス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 って超でかかったしよ。材料を手に入れたよ。基本シーズンを発見。レベル2。助かる。材料を手に入れたよ。なんで横から、真横取られて聞こえねえの、マジでしょうもねえなぁ。ちょっとは聞こえてもいいと思うんだけどなぁ。ショットガンボルトを発見。レベル4だ。レース開始。リングまであと少しだけど、あと10秒で閉じちゃうよ。急ごう。
中だ。そう、まあ打ち合いすんなってこと？打ち合うなってことなんかな。牛丼？破壊王なんてあんの？うまそうじゃん。いやー、エペモバが確かそうなってたはず。うわー、残念。もっと早く押さえたためか。いや、俺はやっぱスキヤが一番いいから、安いし。あのなんかあれなんかなんだっけ、ヒートシールドの悪用って言ってたから、なんか悪用って言ってたから、多分ね悪い方だと思ってるあれ確か。そう、それでも俺は愛するよ、エペ好きだもん。でもなんかムカつくわ、なんかしょうもねえ死に方はやっぱムカつく。ムカつくぐらい許してくれや。エペは好きだから。てか殺された時点で結構腹立ってんのに、殺され方に腹立つわ。許せませんね。そう、なんかヒートシールドを悪用してる人たちのためにちょっと対策はするみたいに言ってたから。開発者が。で、そこら辺を見ると。そう、悪だ、あ、なんか良くないことってのはちょっと認識してるらしい。まあ今シーズンは多分変わんねえだろうけど、まあ、俺も今変えられても困るしな、ここまで来たら。だってもう50日くらい経ったよね。ん？ 60 日、2ヶ月くらい経ってんのか。そうだ、一応大丈夫そう、そこに関しては。割とでも日は当たってるよな。これに関してはちょっと申し訳ないけど、ムカついちまう。音に関してはマジでムカついちまう。だって今のだってさ、対面してないからね。興奮の時点で残ってる？そうなの？わかんねえけど。あともうちょいだぜ。スコープを発見、近距離用だ。あ、もう趣味ですね。1ヶ月半はでけえわ。ここに敵がいる。43日だけ、あと楽しみだ。あそこに取れない。攻撃中。何をもらったんだ今俺。フラグを投げたぞ。
シールドぶち当たったぞ。トラブル発生。フラグを投げたぞ。あれ、サイトが欲しいぜ。え、ここで引くの？どういうこと？え、意味が分かんないんだけど。優しすぎん？なんで一人落としたのにここで引くの？歩いても間に合うな。な、意味分かんないんだけど。なんでここで引くんだ？理解に苦しむ。優しすぎる。提供発見。あそこだよ。イオン。蘇生していいよん。ほら、蘇生していいよん。俺が食らうんかい、これ。やべえ、武士だ、武士。3対1じゃないと、ん ?3 対3じゃないと認めんみたいな最強プレイヤーだ。武士だなぁ。バトラーにおいては一番意味がわかんねえムーブだけど。正直。理解に苦しみますね。かっこいいけどかっこよくないっていうね。え、通報やばー。ちょっと確認してもらおう。なんかおめえあれだな、ムーブとあれが変だな。おめえなんか変だな。その距離ワンマンすんの変だな。確認してもらおう。俺はあとは仕事したぜ。その武士の情けをかけてるくせになんか武士と思えねえ冬打ちで破壊してんのちょっとやべえわ。やっと来たわ、アタッチメント。もう大変。アイアンサイトっていうか遠吠えで打つのきつすぎるわ。あそこに敵を発見。香りがするわ。ハミの香りするもんな。危険な香りがする。あそこに敵。匂う。ここは5部隊ぐらいいるわ。うん、意外と来れた。なんならここも来れるわ。うん、いいジャンプだこれは。リング、リング。あそこに敵がいる。遠くだけどね。で、ここも外に出てればまあまあまあ強いんだよな。別に弱くはねえんだよな。し、水の匂い、水。香るぜ。頑張ります。こっちで攻撃を受けてる。ケアパッケージ。あっちに敵が見える。向こうに敵がいる。ウーバーは高いらしいからな、めちゃくちゃ。俺にはね、あれちょっと貴族の遊びみたいなところあるから無理かも。ちょっと貴族じゃないと無理。あまりにも高すぎるね。フォローありがとうございます。ウーバーだめちゃくちゃ高くなった、あれ確か。
まあ、なんかあれずっと食ってたら多分破産するでってぐらい高かった覚えなんだけど、まあ、手数料みたいな払うからさ。いや俺すごいよな、俺無理俺無理俺はそうだな、好きは行きてえなとか言ってるけど、そう貴族よ貴族。ちょっと俺にはちょっと難しいな。あそう3回か、そんなやな、毎回来るじゃねえな。あーなるほどね、好きな牛丼なぜかメガでもねえのに1000円超えない、大丈夫。押し俺自分大好き人間だからな。てかわかんねえ、ね、忙しすぎて見てないんだよな。アークスターを投げる。あいるわ、いたわ、あのよく見る人いたわ。登録ありがとうございます。うぅぅぅぅぅぅぅ、うん、俺いたわ推し、うまーい。すぎー、うん、俺推しいたわ、ずっと見てる人いたわ。リングマン最高、エルスター最高、全部最高。デフォルトと比べるとやっぱ連動なりませんか。なぜなれると思った、そもそも。俺とフレンドになるためには面接をクリアしていかないといけないぞ。大丈夫か、うま、ん、すげー。シールドをチャージ中、早ければ俺たちは強い。そう、ウチウチ厳しい面接始まっちゃう。志望動機から。どんな面接？まずランクだよな。まず最高ランクを聞いてみましょう。なぜかわかるかい？あんだけやってるクッキーさんのことってからな俺。最高ランクは？そう、かわいい。かわいいからこそ俺は現実を教える。大人は厳しいんだぞ。リング閉鎖まで残り45秒だ。遅れても運んでやんねえからな。やるやん。この他その他もろもろありますが、とりあえず、まあ、最高ランクから聞いてみますか。1個目、あと30秒でリングが閉じる。
あなたの最高ランクはいくつですか？この闇の世界、ここはこれが大人よ。全然俺平等だから、俺全員平等に扱うから任せろ。あっちに敵がいるよ。よ、最終兵器を発見。あっち。何、まあいいだろう。まあちょっと一つ目でちょっと今無理かもってなったけど、次無音で登ってきたら破壊するぞ。お。まじ。なにこれ。あ、当たってはいる。頑張れ、上田。これだ。ナイス、頑張れ。こいつだ、頑張れ。頑張れ。頑張れ。守る。頑張れ。うわぁ、味方つえやべえ、レブラント見えてる。それはそれはレブラントだわ。つえそれはレブラントだわ。すげえ、レブしてたな今。ギュイーンギュイーンギュイーンって回復してたわ。それはレブラントしてるわ。すげえ、 MVP だ、 MVP 強ー。みゆちゃん丸様、200ビッツ、ありがとうございます。じじー、大ちゃんです。その後、グレネードも消えたね。ひでみーる様、200ビッツ、ありがとうございます。大ちゃんです。いや、最強だったな、マジで。うまー。